マイクつけ忘れてた。ちょっと大丈夫だよね。大丈夫だね。どうもコバです。トラブルアゲンストゥループリンセス春菜編最終回やっていきます。そして最終回を、やる前に、まあ、ちょっと一言と、まあ、今までねトラブルアゲンストゥループリンセスを、見てくれてありがとうございます。まあ一応何回か言っていた各キャラ1人ずつ1話あるトゥループリンセスという話も、まあこの花編の後に出していくんですけれども、そっちの方にはもう、声は入れません。もうゲーム内の音声のみになりますので、まあ今回でね、こんな汚い声とお別れすることになります。トゥループリンセスに関しては、まあ、週に1本か2本ぐらい上げたらなって思います。話的にちょっと長そうなんですよ、1話が。まあなんで、まああまり無理せず出していこうかなと思います。まあ一応ね今回で、まあ私とお別れすることに、なりそうですね、トゥループリンセスでは。まあ別に実況をやめるわけじゃないので、まあ、他の動画とかを、まあ、見てくれたら嬉しいかなと思っております。じゃあ、読んでいきます。記憶か。明日になれば薬が届く。記憶が戻るって決まってみれば、なんだかあっけない感じだよな。サイレンジも喜んでくれるかな。うん。あれ、記憶が戻ったら、今の記憶、今の俺どうなるんだろう。ごめん、突然呼び出して。ううん、でもどうしたの？お薬もう届いたとか？ああ、ついさっき奈良と帝先生が届けてくれたよ。本当？それじゃあ記憶も？それがまだ飲んでないんだ。え？どうして？悪いサイレンジ、ちょっとだけ付き合ってくれないかな。え？な、何？いいからいいから、ほらこっち。俺さ、いろいろ考えたんだ。俺の記憶って何なんだろうって。俺の記憶が俺をユーキリトっていう人間にしてるんだったら、今の俺って何なんだろうって。記憶が戻った瞬間、俺はどうなっちゃうんだろうって。そんなことを考えてたらさ、今の俺のままで、今の俺として、もう一度サイレンジと話したいって思ったんだ。
ごめんな、サイレンジ。俺のわがままで一日付き合ってもらっちゃって。ううん。私も楽しかったから。あ、でも前に言ってた記憶戻ったら一日付き合うって約束、あれは今日のとは別にちゃんと守るから。あれ、俺なんか変なこと言った？うん、変わらないなって。やっぱり結城くんは結城くんだと思う。え？記憶がなくなってても、多分これから記憶が戻っても誰にだって。いつだって優しくって。サイレンジ、私は大丈夫だと思うな。結城くんがそういう優しいところを忘れてないんだから。きっと今の結城くんも記憶が戻った結城くんも変わらないと思う。多分俺、サイレンジにそう言って欲しかったのかも。今なんだか記憶戻るのが何でもないってすごく思えてきた。怖かったんだと思う。今日こうしてサイレンジに今の俺で会いたかったのも、記憶が戻ったらサイレンジを違う風に見ちゃうんじゃないか、もう今みたいな気持ちじゃいられないんじゃないかって。でもサイレンジが変わらないって言ってくれるならそれを素直に信じられるよ。最後の最後までごめん、こんな情けないやつで。そんなことないよ。自分が自分じゃなくなるなんて思ったら誰だって怖いと思うし。やっぱりサイレンジに話してよかった。すごく救われた気分だよ。そんな、私は何も。そんなことないって。サイレンジくらい人のことを気遣って優しくできる人なんて他に知らないもん。委員長っていうのもそうだけど、すごくみんな信頼してるんだと思う。それってサイレンジが。とない。そんなことないの。私はサイレンジ、どうしようもないくらいわがままで傲慢で貪欲で、結城くんにそんなことを言ってもらう資格なんて全然ないの。どうしたんだよいきなり。好きな人が困ってるのをいいことに助けるふりをして近づこうとかする打算的で嫌な、それが友達を傷つける行為だって分かってるのに自分が楽しい方を選んじゃう。サイレンジ、何の話？今だってそう決めたのに。ララさんにフェアじゃないことやめようって、こんな抜け駆けみたいなことダメだって。ララ、でもやっぱり好きな人に誘われると嬉しくって、優しくされるとつい
流されちゃって。距離を置こうって思ったこともあったけど、結局意志が弱くてできなくって。その好きな人ってまさか。サイレンジ、ごめんなさい。一番ずるいタイミングだよね。もうすぐ記憶が戻るのに。結城くんのさっきの言葉、偉そうなこと言ってたけど、本当に怖がってたのは私。うん、ずっと結城くんのお手伝いをするふりをしてたけど、記憶が戻るのは怖かったの。そうなったらララさんと正々堂々、私じゃ勝ち目ないから。あの、一日付き合ってもらう約束だって、記憶が戻ったら正直になろうって思ったからだったんだけど、記憶のない結城くんにつけ込んだみたいなものだよね。本当、どうしようもないよね。自分のことしか考えてなくて。サイレンジ、ごめんね。迷惑だよね、今こんなこと言われても。わかってる。だから今日のことは忘れて。おい、サイレンジ。明日からいつも通りの私に戻るから。だから結城くんも私のことなんて気にしなくていいから。私が勝手に喋ったことだから、たまたま結城くんはそれが聞こえちゃっただけだから。じゃあ私行くね。ごめんね、迷惑なことばかり言って。サイレンジ、待ってくれ。そんな勝手にいろんなこと決めちゃわないでくれよ。俺はサイレンジがそんな人間だなんて少しも思ってないんだから。でも、本当に打算的でずるい子だったらそんなことまでわざわざ言わないって。嫌なことでも言わずにいられなかった。それがきっとサイレンジなんだと思う。ごめんな、俺サイレンジにそんな風に思ってもらってたなんて全然気づいてなくって。でも、すごく嬉しかった。多分、俺もサイレンジのこと、好きなんだと思う。でも、こういう気持ちまで消えちゃうかもって思ったら、記憶なんて戻らなくてもいいんじゃないか。そこまでして記憶を取り戻す必要があるのかって、それでおじけづいてた部分もあると思うんだ。ユキくん。けど、それがサイレンジを苦しめてたんだよな。俺に全部記憶が戻って、ちゃんといろんなことに向き合って、その上で好きだって言える。じゃなきゃ、サイレンジと向き合えるはずなんてないのに。それ。あ、今朝もらった記憶を呼び覚ます薬だよ。もう、大丈夫だよ。今なら胸を張って言える。この気持ちは、記憶が戻ったくらいで消し飛ぶものじゃないって。ユキくん。
だから安心して見てて。記憶が戻っても絶対に俺はサイレンジ春菜が宇宙で一番好きだから。俺、こういう気持ちだったんだ。ゆきくん。あ、いや、いろんなことが一気に頭に流れ込んできて、ちょっと整理ついてないけど。俺、昔からサイレンジのこと、好きだったみたい。なんか、何度か告白しようともしてたみたいだ。そうなの？でも、しなくてよかった。え？だってさ、こうしてサイレンジと記憶探して、いろんな話をして、思い出作って。今の方が、多分ずっと、サイレンジのことを好きだからさ。だから告白できてなくてよかった。サイレンジ、俺前よりもずっと宇宙一サイレンジのことが好きだ。ユキくん。サイレンジ、遅れちゃって。ううん、5分くらいなんだし気にしなくて大丈夫。連絡もちゃんとくれたんだから。でも映画の上映時間間に合わなかったし。すごく見たい映画っていうわけでもなかったから。それより他にしたいこととかあるかな。あ、いや何も考えてないや。ごめん。それならちょっと行きたいところがあるんだけど。ここって。久しぶりだよね。学生の時以来かな。うん、いろんなことあったよね。宇宙人から助けてくれたりね。初めてリト君が春菜って呼んでくれたのもあの時だったし。必死だったもんな。頭の中での呼び方がつい出ちゃったみたい。その話聞いた時はびっくりしたよ。私も頭の中ではずっとリト君って呼んでたから。そうなの？そんなの初めて聞いたけど。あれ？そうだっけ？いつから？高校の時にはもう。そうだったんだ。俺たちって本当に回り道してたんだな。そうだね。でも今思えばこれでよかったんだって思うな。ああ、俺もあのタイミングだったから奈良たちにちゃんと説明できた気がするし。春菜ちゃんとだけ付き合いたいって。奈良さん、よく分かってなかったみたいだけど。いまだにそうかも。まだみんなで結婚すればいいって言ってるし。
その気になったりしない？ないない、一人だけで手一杯だよ。そこは違うこと言ってほしかったかも。え？ほら、ここで私たちが付き合い出した時の。ああ。サイレンジ春菜が宇宙で一番好きだから。うん、私も宇宙一リト君が好き。トラブルダークネス、トゥループリンセス。はい、というわけで春の編の最終回が終わりました。さあ、新たな物語を紡ぐとしようか。はい、わかった。結局今まで11年のキャラを攻略してきて、普通にいい話ばかりでしたね。いつから実況始めてたかな、まあ、そんな感じだったんですけれども、この動画の冒頭で言っていった、このトラブルダークネス、トゥループリンセスの、キャラを11人一通り攻略し終わりましたので、とりあえず、まだトゥループリンセスという話が残っているんですけれども、私の声は春の編の最終回シャープ60で、終わりたいと思います。今まで見てくださり、ありがとうございます。もうほとんどたくさんの人に見ていただきましたね。トゥループリンセスという話は、順々に、ぼちぼち上げていきますけれども、今回でお別れとなります。できればね、別に他の動画とかどんどん上げていくので、もし暇だったら軽く覗いてくれたら嬉しいです。はい、それじゃあまた、別の、お話でお会いしましょう。本当にありがとうございました。バイバーイ。